れた木下マイスター東京対 TT 埼玉の一戦でした。そして木下のペアが勝利。第2マッチからはシングルスです。木下は3シーズンぶりに T リーグに帰ってきたチャイニーズタイペイの天才、世界ランキング8位のリン・エンジュ、そして埼玉は全日本選手権ベスト4の曽根翔の対戦でした。はい、曽根選手もこのチキータとバックドライブですね、素晴らしいものがありました。まあ、リエンジュ選手もこう緊張していた中でこの苦労していたんですが、第1ゲームを最後にテンオルカノの1本をこう取ってからですね、少しを取り戻しつつ、第3ゲーム以降はリエンジュ選手のこの得意のチキータからの攻撃のリズムが非常にこう良かったかなと思います。まあ、さすが世界のリエンジュ選手かなと思いました。ただ曽根選手もこのリージュ選手のボールに食らいつく姿勢であったり、この攻撃で点数を取ったのは非常にこう自信にもなったかなと思います。ものすごいチキータの共演でした。はい、3対1でリン・ユンジュが勝利。第3マッチは木下マイスター東京、ブラジルの至宝、世界ランキング5位のウーゴ・カルデラの TT 埼玉は相田聡。ただ今シーズンの開幕戦では相田が3対1で勝って、今シーズン2度目の対戦でした。開幕戦以来のこう対戦ということで、まあ、少し相田選手のこうボールに慣れていくかなとカルデラの選手も思ったんですが、もう相田選手がもう攻撃カットもよしといったところで、カルデラの選手からするとちょっとレシーブがうまくこういかなかったとか、ちょっと、波に乗れなかったかなと思います。で点数取られてしまい、そして競ったところでこう相田選手のカットであったりというところでちょっとこう苦しいします。ただ相田選手はもうサービスからの展開であったり、本当攻撃かもう攻撃の選手以上に本当にスピードボールが走ってました。カウント3対0で TT 埼玉相田聡が勝利します。これで相田はカルデラノに今シーズン2連勝です。後もこうレシーブエースをしたりとですね、本当にこの第3マッチの価値は大きかったです。そして第4マッチは木下マイスター東京、及川瑞稀、 TT 埼玉、松平健太。今シーズンは11月の19日に対戦して及川が3対1で勝利。一方松平には先日長男しすい君が誕生してパパとしてのゲームでした。はい、最初は及川選手が攻めよう攻めようというところをこう松平選手が少しこう浅いボールであったりこうちょっと山を外すような、はい、戦術でこう第1ゲーム第2ゲーム取ることができたんですが、少しずつこう追い精査冷静なプレーをして第3第4ゲームとこう取って2対2なも非常にいい形だったんですけれども、まあ最後ですね、ちょっとテクニカルタイムがありといった中断もあったので、まあ、そこで悔しい、両選手ともに本当に見応えのあるいい試合だったかなという、はい、思いました。第1ゲームと第2ゲームは松平、第3ゲームと第4ゲームは及川、そして第5ゲームの9-7と及川リードの場面で松平が怪我の治療で中断。そこからなんと松平が4連続ポイントで逆転勝利。まあ、卓球というのは本当に何が起こるかわからない、いろんなことがあるんだなという印象も受けましたね。はい、そうですね、こう一気に行きたいところだったんですが、まあ、そこでただ、やはりこう強いボールというのも本当にこう卓球ので本当奥深さがこう分かった試合だったかなと思います。そして今シーズン木下マイスター東京と TT 埼玉はこれで今シーズン4回目のビクトリーマッチに突入することになります。はい、この台上でのこの展開であったりですね、もう最後はもう松平選手がもう気持ちで、はい、勝利をこう勝ち取った、はい、試合になりましたね。ビクトリーマッチ T 埼玉松平健太、そして木下マイスター東京はリン・エンジュが登場します。はい、ビクトリーマッチ、あ、どういう対戦になるかなと思ったんですが、木下はリン・エンジュ選手で、そして松平選手とですね、本当にどのような試合になるかなと楽しみでした。その中で、まあ、リュージュ選手が、まあ、チキータをしつつも松平選手の動きを見て冷静さもありましたね。
自身2度目のビクトリーマッチでした。ビン・ユンジュ3シーズンぶりに T リーグに帰ってきました。今日2勝の大活躍です。チキータは本当に素晴らしいですよね。